まあ、エリア88をこう書こうとしたらもう動機と言われると困るんですけれども、まあ、編集部からそういったいわゆる一つの何かあの極限状態におけるお話をなんか一つ作ってくれと、でそれではじゃあ、外人部隊なんかどうであろうと、でただ外人部隊って普通のなんかこう歩兵なんかやっちゃいますとね、こうあまりにもこう昔風になってしまいますんで、まあ、じゃあとりあえずまあ僕のところにその時にちょっとちらっとした情報で入ってきたんですが、まあ、いわゆるその空軍傭兵っていうのが時々いるらしいという、まあ、それを一つ、まあ、いわゆるそのこれは僕が勝手にやったんですけど、中東という一つの、まあ、あの日本人にとってこう月の砂漠とかいろいろロマンっぽいものがありますんでね、ですからそういったとこへ持っていったというそういう感じで書きましたけれども、まあ、新と神崎と涼子っていう、まあ、この3人の人間がいるわけなんですけれども、新と涼子っていうのは基本的にはこう、なんていうんですかね、普通に暮らしてれば普通の人間なんですね。新もそうですし涼子もそうなわけなんですよ。神崎という男だけが基本的に、性格が一番初めからはっきりしているという、目的のためには手段は選ばず自分の野望のためにだけこう人を踏みつけにしてでも登っていく、またあるいは登りたいという意思を持っているという、だから神崎っていう一つの男のいわゆるその計画とか、またあるいは思いがなければまたこう真という男のああいったいわゆる二面性の部分の一面、あるいは涼子の本来ならお嬢様で終わってしまえるはずの人生観以外のものっていうのは出てこないわけなんですよね。ですからなんていうんですかね、結局真と涼子っていうのはだから最終的に真と涼子っていうのがそのまま一番強い人間性を出してくるわけなんですけれども、それは神崎というあくまで悪をの象徴する一つの起爆剤がなければ出てこないんだという、ですから物語を作る段階においては神崎をいかに悪辣に書くかということによって真と涼子のより人間性といいますか人間臭い部分はさらに引き出されてくるという、結局3人とも交互にこうなくてはならないもんなんっていうことなんですね。エリア88を知ったのは、一昨年の夏頃ですか、スタジオピエロでもってこの作品をビデオ化するという話が持ち上がりまして、まあ、その時までは、大変失礼ですけども原作者の新谷薫さんもまたこのエリア88という、漫画も知りませんでした。ただうちの若いスタッフはみんな知っておりまして、大変面白い話なんだけども果たしてアニメーションで戦闘機が描けるかなという不安が、彼らが持っていたようです。そこで、単行本を取り寄せまして、第1巻から読みましたところ、この人間ドラマとして非常に面白いので一気に19巻まで読んだ記憶がございます。なんというのか、僕らはそう戦争ものに対しては非常にこの年代的にアレルギーを持っているんですけども、それをこう取っ払った新しい感覚の外人部隊としてまた部隊を中東に持っていったというそのユニークな発想が非常にこれを面白くて、でその後はまあ同じ世代の人間に、機会あるごとにちょっとこれ読んでみろというような話をしているようです。もちろん、僕もメカモノはやったことはありますけども、ここまで詳しくその戦闘機を焼くというのは初めてなんで、もう僕らの世代で今新たに勉強しようとしてももうこれある部分では無理なことがあるんで、僕は一挙にその今の若手を身の前に置きまして彼らをアドバイザーとして置きました。それから今の日本のプラモデルが非常にこの精密にできておりますのでまずこのプラモ作戦というのを立てまして形から入っていこうと、それからまあ一部航空評論会にも会いましたし、新谷さんもビデオをたくさん貸してくれましたし、戦闘機の映画を見ましたし、いろいろこう研究しまして、まず第一に、その各機種機体のフォルムをどう捉えるかというのと、あとはスピード感で、なんとこれアニメーションですから、それでもってある意味ではこうリアリティなものが出せるんじゃないかと、まあ、大変こう冒険的な出方をしたんですけども、アクト1アクト2見たところ、まあ、アニメーションでは、まあ、手前味噌ですけどもよくやったんじゃないかなというふうに評価しています。